筋肉の温度は1度上昇すると筋力が 4-5% 上がります。すると筋肉が動きやすくなり、結果的にトレーニング効果が早く出ると研究報告により分かっています。そのためワークアウトの前にはウォームアップと短時間のストレッチがお勧めされています。私と一緒にワークアウトの前には短時間で体を整え、膝にも優しいトレーニングで効率よく丸くてキュッと引き締まったお尻を作りましょう。始めましょう。まずは四つ這いからお尻の筋肉と背中の筋肉を同時に伸ばしていきましょう。右足を前に、左足を真後ろに引きます。股関節からまっすぐ後ろに伸びているかも確認してみてください。吸う息で背筋を伸ばして、吐く息で背中とお尻を同時に伸ばしていきます。吸いながら背筋を伸ばして、吐く息でお尻の筋肉を気持ちよく伸ばしながら背中も伸ばして、繰り返していきましょう。右足の位置は柔軟性に合わせて前にしたり後ろにしたり調節してください。前にするとよりストレッチが深まります。逆足を行っていきましょう。左足を前に、右足を後ろに引きます。股関節からまっすぐ後ろに足があるかも確認してください。吸いながら背筋を伸ばして、吐く息でお尻の筋肉を伸ばしながら背中の筋肉を伸ばしていきます。吸う息で気持ちよく背筋を伸ばして、吐く息でお尻の筋肉を伸ばしながら体側背中も伸ばしていきましょう。ストレッチは痛気持ちいいところを目安に行ってみてください。仰向けになりながら股関節のストレッチを行っていきましょう。足幅を可能な限り広く開き、軽く足首に触れておきます。吸いながら膝を横に倒して、吐く息で中央に戻ります。吸う息で逆側に倒していきましょう。足幅を広めに取ることで太ももの筋肉もよりストレッチされます。股関節の柔軟性を向上し、この後のトレーニングの効果を上げていきましょう。吸いながら膝を横に倒して、吐く息で中央に戻ります。ミドルスタンスでオーバーヘッドスクワットを行っていきましょう。足幅を肩幅より少し広めにします。膝立ちになります。膝が痛い方はタオルを引いてください。吸う息でお尻を後ろに引きながらオーバーヘッドスクワット、吐く息で戻ります。吸いながらお尻の筋肉、裏もの筋肉を伸ばしながら手を真上に上げて、吐く息でお尻の力を使って元に戻ります。腹筋の力で体幹を支えながら行ってみてください。お腹の力が抜けると腰を反りがちになり、腰に負担がかかります。膝立ちのままバイアスクワットを行っていきましょう。膝を45度ほど外側に向けます。手を腰に置いていただいて、吸う息で股関節からお尻を後ろに、吐く息でお尻をキュッと締めながら元に戻ります。吸いながらお尻の筋肉を伸ばしながら股関節から後ろに、吐く息でお尻の力で元に戻ります。吸いながらお尻の筋肉、裏もの筋肉を伸ばしながら体を斜めに、吐く息で戻っていきます。繰り返していきましょう。
うつ伏せになっていただいてカエル足になります。膝を45度ほど外に向けましょう。腰が痛い方は股関節の下にマイクタオルを入れてください。吐く息でお尻の力を使って足を上に持ち上げます。吸う息で下ろします。次の吐く息で逆足を上げていきましょう。息を吐いてお尻の力で足を上に、吸う息で下ろして、次の吐く息で逆足を行っていきます。腰の力を使わないようにお尻の力だけで行ってみてください。そのままカエル足で引き続きエクササイズを行っていきましょう。足裏同士を合わせます。一息吸って、吐く息でお尻の力でギューッとお尻を締めたまま両足を真上に上げます。そのまま呼吸を続けながらキープをしていきましょう。吐く息でもう少しお尻をキュッと締めながら両足を上に上げるようなイメージ、腰の力を使わずにお尻の力だけで上に上げるように頑張ってみてください。体をくの字にしていただいて手枕にしましょう。下の足を曲げます。上の足は伸ばします。横向きでキックバックを行っていきます。息を吐いてつま先を少し外に向けながら斜め後ろに蹴ります。吸う息で戻ります。息を吐いてお尻の力をギュッと使いながら斜め後ろにキックバック、吸う息で戻っていきます。繰り返していきましょう。ご自身のお尻の筋肉が使ってるなと思う場所を少し自分で見つけながらキックバックしてみてください。逆足を行っていきます。手枕にしていただいて手を前に、体をくの字にしていただいて、息を吐いてつま先を少し外に向けながらキックバック、吸う息で戻ります。息を吐いてお尻の力を使って後ろに蹴って、吸う息で戻っていきます。繰り返していきましょう。最後にエクササイズ頑張っていきましょう。うつ伏せでドンキーキックを行います。膝を30度ぐらい、ほんの少し外側に向けてうつ伏せに、息を吐いて真上に足を持ち上げます。吸う息で下ろします。次の吐く息で逆足を持ち上げて、吸う息で下ろします。繰り返していきましょう。腰が痛くなりやすい方はまた股関節の下に巻いたバスタオルを入れて行ってください。お尻の力だけを使って真上に足を持ち上げて、吸う息で下ろしていきます。息を吐いて足を上に、吸う息で下ろして、次の吐く息で逆足を行っていきましょう。OK、 ゆっくりと手で床を押して体を落として、かかとの上にお尻を乗せます。反りがちな腰を少しゆらゆらとリラックスしていきましょう。鼻からたっぷりと息を吸って、吐く息で横からゆっくりと順番に体を起こしていきます。
お疲れ様でした。